ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、虎の尾を踏む男たち。監督は、黒澤明。1945年の作品です。藩医を疑われ、兄の源頼朝から、追われる身となった九郎判官こと源義経。奥州、藤原の秀衡を頼り、わずかな謹慎と共に山伏の風邸で、加賀の国、あたかの関所の突破を試みますが、果たして、というお話です。出演は、大河内伝次郎、榎本健一、藤田進、西名忠義ほか、言わずと知れた歌舞伎十八番の一つ、勧進帳、若き黒沢が大胆に脚色。戦前からの大俳優、大河内と、喜劇王、江野健の共演。終戦直後のもののないご時世で、いかにも低予算、という感じですが、そこここに、映画ならではの斬新な演出を垣間見る、興味深い作品です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。